はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画では、翔太さんが暮らしを整えるためにやってきたことをご紹介していただこうと思います。お願いします。はい、ということでまず初めに自己紹介お願いします。オートディーラー東京の翔太です。お願いします。お願いします。ということで、もう翔太さんはかれこれミニマリスト歴2年というところで、まあ、物だけではなくてね、はい、まあ、いろんな部分で暮らしを整えてきたと思うんですけども、まあ、それこそ時間とかお金とか人間関係とか環境とかね、まあ、いろんな部分で整えてきたと思うので、うん、それぞれのカテゴリーで大事にしてきたことをいくつかご紹介していただこうと思います。はいはい、ではまず初めに物からですね。はい、はい、翔太さんが物に関して大事にしていることはいくつありますか？2つですね。はい、1つ目が、はい、その一つ一つの物に対してのエピソードを話せるか、うん、エピソードですか？そうです、はい、それはなんでそうしようと思ったんですか？そのミニマリストになる前、うん、まあ、手放し始めようとした時に、うん、はいはいはい、これどこで買ったっけとか、うんうんうん、なんで買ったとか必要性をなんか思い出せなかった時があって、はいはいはい、絶対特に携帯とか自分が本当に大事にしているものって、うん、絶対買った場所とかはいはいはい、なんか絶対覚えてると思うし、確かに確かに、そういうのは思い出せないといらないかなと。なるほどなるほど、はい、まあ、その1個のものに対して熱量があるかというか情熱があるかとかしっかりとしたストーリーがあれば、まあ、残してもいいけど、うん、なんかどこで買ったとかも思い出せないし、なんか思い入れがなければ手放した方がいいみたいな感じですね。あの、この後別にね、あの翔太さんのこだわりのアイテムというかもご紹介させていただきますけども、はい、本当熱量があるものしか残ってないっていう感じですね。ありがとうございます、はい、ちょっと楽しみにしてます。はい、であともう1個ありますか？はい、が、ワンインワンアウト以上。お、なるほどなるほど、はい、これよく聞くやつ で、はい、ちょっと簡単にご紹介していただくと嬉しいです。は、まあ、一つのものを購入したら、うん、まあ、一つ以上のものを必ず手放す、うんうんうん、お、それはもう大事にしてるんですか、その習慣を？そうです、あ、まあ、どっちかといえば一個以上手放してから買うって言いますか。お、なるほどなるほど、はい、だからワンアウトワンインとかツーアウトワンインみたいな、そうそう、順番が逆っていうところですね。そうですね。そうしようと思った理由とか、なんかきっかけとかもしあれば。なんか先に買ってしまってた時もあったんですけど、うんうんうん、そうするとなんかやっぱこっちもその捨てる予定だったものもなんかやっぱ必要かなって思って、ね、捨てなかったりする時もあるんですけど、はいはいはい、それだったら最初に手放してから、おうおう、手放して買うまでの間にも一旦期間を置くんですよ。手放して本当にこれは必要なのかっていうのは自分なりの実験みたいな、うんうん、なるほどなるほど、買ってきちゃうと増えちゃうから一時的にね、そうです、一回手放してない生活をして、それでも必要だったら買おうっていう習慣にして、実際そういう風にやってみて実際どうですか？なんかなんでその一応ワンアウトワンインやってますけど、ワンアウトゼロインとか、うん、普通に全然5個以上手放して1個も入ってこないとかも全然あるんです、はいはいはい、ああ、なるほど、だからここまですっきりしたというか、だいぶ物が減ってっていうところで、うん、なるほどね、実際そうした方がね、ミニマリスト生活にはしやすいかなっていう、そうですね、確かに、うんうんうん、ですね、ぜひ皆さんも参考にしていただけたらと思います。で、まあ、物で大事にしたのはその2つですか、もうとにかく。そうですね、はい、エピソードを話せるかどうかと、ワンインワンアウト以上でやっていくというところで、ぜひ皆さんも参考にしてくださいと。はいはい、続いて2つ目のトピックがですね、時間ですね、はい、時間で大事にしていることをちょっとご紹介していただきたいと思います。はい、はい、じゃあまず1個目からが、予定を詰め込みすぎない、うん、お、なるほどなるほど、これはどうしてしようと思ったんですか？はい、まず、まあ、仕事と休日があると思うんですけど、うんうんうん、最初僕が取り組んだのは休日、お、休日から、はい、はい、まあ、やっぱなんか休日予定いっぱい詰め込みたくなってたんですよ、うんうんうん、前はだから、この、はいはい、この時間はこの友達と遊んで、ここからここは自分なんかして、うんうん、次はまた別の友達と何かしてみたいな、うん、してたんですけど、しんどいね。あー、確かにね、詰め込みすぎると、はい、途中からなんかその人と何をするかじゃなくて予定を詰め込むことが自分のなんかストレス発散じゃないけど気になってたんです。はいはいはい、でなんかそれはすごいもったいないし、結果それがお金の散財にもつながってたりするので、なるほどなるほど、だからそれはちょっと自分のメンタルを安定させるためにも一人の時間とかいるかなと思って。ちなみになんかお休みの日とかだとどれぐらい余白を作ろうっていう感じなんですか？はい、それは決まってはないですけど、はいはい、まあまあ、少なくとも1時間絶対取るように。お、なるほど、まあ、いわゆる自分の時間を作るようにして、うん、そうですね、で問題は平日というかお仕事の日なんですけど、そうですね、はい、それもなんか自分なりに、うん、まあ一日にやれる分だけやった方がまあいいとは思うんですけど、詰め込みすぎて次の日に影響が出たりとか、まあ、一つ一つの質が落ちるとまたそれは意味がなくなる、ね、また二度手間になったりとかするんで意味がないってことなんで、まあ、一つ一つ完璧にっていうか終わらすためには多少余白を空けて、余白がないと、なるほどなるほど、やっぱ大事
事ですね。やっぱメンタルをね、大事にする意味でもね、忙しいとやっぱ忘れちゃったりとかストレスの原因にもなるから余白を空けるようにはしてると。で、続いて2つ目はありますか。は、ある程度やることの期限を決めておく。これはつまりどうやってそうしようと思ったんですか。これはもうほぼ休、まあ、ほぼというかまず休日の話になるんですけ ど、なるほど、何々をできたらいいなとか、何々したいとか、多分何でも、まあ、髪切りに行きたいとか何でもあると思うんですけど、それを何も決めずに切りたいってだけを決めておくと、ずっと切りに行かなかったりとかもあるんですけど、それも仕事と一緒な感じで、こう期限って絶対決まってるから仕事も早く終わらせたりとか、どう効率よくさせようとか考えて、そうですね、なんで休日の面もそういったものを決めてるって感じです。確かに昔の僕もね、やっぱ髪切りたいと思ってもスケジュールに入れないとずっとなってほったらかしになるというか、そう先延ばしになりやすいから、もうとにかく休みの日とかやるって決めたら、もうすぐになんか手帳に書き込むとかスケジュール管理するみたいな、期限決めるってやっぱ大事ですね。そうですね、はい、ありがとうございます。では続いて3つ目のトピックがお金というところで、はい、翔太さんが大事にしていることはありますか。はい、これも2つあって、1つ目が自分が1ヶ月で暮らせる生活費っていうのを大体でいいんで把握しておくってことですね。はい、これなんかきっかけはありましたか。それこそまあ、ミニマリストになって、自分一人で生きていくのに、まあ、最低限いくらいるだろうっていうのをなんか見たんですよ。はいはいはい。でそれを聞いた時に、あ、確かに今自分いくらで生きているかわからないって思って、そこからまあ家計簿だったりとかいろいろし始めるようになったんですけど。なるほどなるほど。実際把握してみてどうですか。なんか感じたこととか。最初はなんか意外なとこに多く使ってたりとか、特に食費とかも、なんか一人暮らしだったら大体まあ15,000円ぐらいでいけるかなとか思ってたんですけど、なんか計算してみたら普通に2万超えてるとか。なるほどなるほど。意外な出費があったっていう。そうはいはいはい。でそれは何なんだろうって考えた時に、やっぱ友達とか会社の人との飲み会ご飯だったりとか、ちょっとお菓子を食べにコンビニに行ったりとか、なんかスーパーに行ったりとかするのが積み重なって。なんか食費がすごいいってたと。なるほどなるほど。だからまず現状把握して、まあ、家計管理するようになってから、まあ、そういう無駄遣いも発見になってよかったかなと、そういうところで、はい、ありがとうございます。で続いて2つ目が、お金の勉強をしておくってことですか。はい、なるほど。これはどうしてそう思ったんですか。まあ1ヶ月の把握しておくってところで、どうやったら減らせるだろうとか、まあ、勉強の仕方にもいろいろあると思ってるんですけど、まあ自分なりで全然いいと思ってるんですけど、まあ、その1ヶ月暮らせる費用っていうのは自分なりに考えた時に、これぐらいいる理想はもうちょっと減らしたいとか、あと2万減らすためにはどこを工夫したら減っていけるだろうってことで、なんか通信費の見直しとか、そこでちょっとしたお金の勉強とか。ちなみに普段はなんか何がメインで勉強してる。 YouTube のなんか本なのか。あ、 YouTube です。 YouTube、 はい。ちなみにどんな勉強してるんですか。節約とか投資とか。あ、もう両方です。あ、両方、はい。最近ね、ちょっとご縁あってね、投資信託のちょっとアドバイスさせてもらって、もう本当に今月から始めるって感じ。そうですね、はい。積み立てNISAをね、満額でやりたいというところでアドバイスさせていただいて、今後ねちょっと翔太さんのね、今後どういう風に積み立てていくかというか、まあ、成果とかね、利益が上がったのかとかもちょっとご報告させていただけたらと思いますので、はい、ぜひ皆さんも楽しみにしていただけたらと思います。まあ、そんなこんなでいろいろお金の勉強してるっていうことですね。そうです。はい、ありがとうございます。では続いてのトピックが人というところで、まあ、人間関係ですね。このあたりで、はい、翔太さんが意識していること、大事にしていることをご紹介していただこうと思います。はい、はい、まあ、一つ目は、まず一度全部リセットする。お、なるほど。このリセットっていうのはつまり人間の断捨離です。断捨離、なるほど。もう一回立つってことですね。そうです。連絡先から消すってことですか。あ、そうです、そうです。僕も実際しましたけど、最初抵抗はなかったですか。全然ないです。ないですね。いや、それほど大事な人間関係ではなかった。なんか前の学生の時の友達とか、なんかなんとなく交換した友達とか、はいはいはい、まあいますけど、ね、なんか職場で仲良くあんまないけど、一応念のためみたいな、みたいな、はいはいはい。でプラス翔太さんの場合はね、もともとその四国の方のご出身というか、まあ、住まわれていて、で東京に来たっていうところで、まあまあなくたってもいいかなっていう、もう一回立とうっていうところで。でもまあそうは言ってもなんか旧友とかね、まあ、ご実家の方とかなんかそういう関係ってやっぱ大事にしておきたいって人もいるじゃないですか。そこは何も考えず、とりあえずもう新規って変えたかったんですか。そうですね、まあその前からも一回やってたんですけど、 そうなんですね、その時は消すんじゃなくて、まあ、休日限定なんですけど、はい、機内モードにしようと。ああ、なるほど。連絡来ないように一切連絡取れないようにしておいて、で必要な人は絶対何かしらの手段を使って連絡してくるんですよ。それをしてきた人は、あ、本当に大事な人なんだ。なるほどなるほど。そういうことですね。まあ、そこを確かめる意味でも何回か繰り返して、で実際にこっち来るときに、東京来るときにはもう、あ、もうバイバイあっさりですね。で実際に連絡を消して、まあ、しばらく
か経ちましたけど、はい、どうですか、なんか心境の変化だったりとか気づきとか学びがもしあれば。その通知というか検索するときがすごいやっぱ楽なので、うん、確かにそのストレスはないですし、うんうんうん、まあ、自分が切っても向こうが自分のことを登録してたら、うん、なんかあったら連絡はしてくるんですよ、うんうん、まあ確かに。なんで切った人でもなんか何かしら用事があったら向こうが連絡があったりとかもしてたんで、そこをやったら、あ、この人は大事だったのかなって思うんで、うん、そうですね、一回リセットするって大事ですよね。僕も意外に全員消してみたけど、結果向こうから来ることほぼなかったから、うん、1件あったかないかとか、うん、そう、しかも数年で1件とかだから、そうそうそう、もうほぼほぼ関係なかったんだなっていうところでね、一回皆さんもちょっとリセットしてほしいなと。まあ今すぐは難しいかもしれないけど、引っ越しのタイミングとかね、うん、転職のタイミングとかで一回整理するのが大事かなと思いました、うん、はい。で、続いて2つ目大事にしてることは、まあこれリセットし終わった後になるんですけど、うんうん、いろんな人に関わりに行ってみる。お、なるほどなるほど、新たな関係を築いていくのも大事っていうことですね。これをしようと思ったら何か理由とかはありますか。まあ一回そのリセットして、うんうん、まあ、本当に関わる人が家族とか、うんうん、本当仲いい友達数人とかになるんですけど、うんうん、これだとなんかさすがにちょっと違うなって思ったんで、うんうん、まあ、別にそれでいい人は全然そのままでいいと思うんですけど、うんうん、僕はなんかもうちょっと関わりたいし、知識もいろんな人が刺激受けたいなと思ったんで、うんうん、こう関わりを増やしていこうかなと。なるほど、今現時点でもいいですし、うん、まあ、ここ数ヶ月でもいいですけど、うん、なんかどういう環境を築いてきたとか築いていこうっていうのは何かありますか。まあ、まずミニマリストの人たち。なるほどなるほど、がもう中心ですね。はい、もうめちゃくちゃ見てるんですよね、いろんな方のね、はいはい、そう、僕より詳しいっていうでもミニマリストの方々とちょっと会ってみたいかなっていう。あ、そう、すごい、はい、他にも何かありますか、こういう人とつながってみたいとか。あ、まあでも基本、まあ、ミニマリスト、うん、あの発信してる人とか。お、なるほど、インフルエンサーとか、とか、まあ、YouTuber もしかり、うん、そうですね、まあ、自分の職業柄、まあ、車関係の人たちと、うん、まあ、お話とかできたらすごいありがたいな。なるほどなるほどですね、はい、まあ、今ね、翔太さんも結構なミニマリストさんですけど、うん、まあ、ちなみにそのインフルエンサーさんたちと会いたいなんか理由とかはあったりとかするんですか。やっぱ刺激を受けたいというか、自分も発信したいとか、多分いろんな理由とかはあると思いますが。あ、まあ、まず、まあ、生で見てみたいというのが一番、ね、動画越しじゃなくてね、生で見てみたいのが一番で、そこから、まあ、実際、まあ、動画では聞けないという、まあ、あんまり話さないこととかも自分のなんか直接聞けたりとかするし、それでなんかその人の考え方とか、うん、生で見て分かるその人のオーラとかいろいろあると思うんで。ちなみに僕はどうでした。わ、あ、めっちゃかっこいいと思いました。嬉しい、これ言わせてないですか、ね、はい、そうで、あとプラス翔太さんで、ね、本当僕も今年1月末にね、あの、うん、お迎えさせてもらって、 その時もちょっとお手伝いに来てもらって、うん、あの生のより子さんとね、うん、マミさんにちょっと来ていただいて、はいはい、どうでしたか、感想は。いいですね。まあでも本当やっぱ直接やっぱ違いますよね。全然違いますね。そうだから、まあそういう関係を築いて、うん、なんかその翔太さんなりになんか良かったこととかありますか。あ、でもやっぱなんかその発信者はどんな形であり、うん、まあ、発信してるから、うん、なんかやっぱ人とは違う何かを持ってる、うんうん、そ、何って言われたらちょっと言葉にはできないんですけど、うんうん、そういうのは感じ取れたなと思います。確かにそうですね。だから動画って言ってみたら、まあ編集されたものだから、うん、まあ、いつまりではないかもしれないですけども、うん、やっぱり作り物じゃないですか。だから、まあ、例えばライブ配信でもまあいいですけども、やっぱ直接会うとね、やっぱ裏側が見えたりとか、うん、そうそう、そういうところでなんか刺激もらえますよね、うん、その現場でしか味わえない空気感というか。そう、うん、そう、だからぜひ皆さんも、僕も実際大事にしてるんですけど、やっぱいろんな人と関わって大事にしてほしいなって思います。はい、はい、ありがとうございます。ということで続いてのトピックはですね、環境と空間についてですね、はい、はい、まあ、これも2つほど大事にしていることがあるそうなので、はい、1つ目からお願いします。は、まあ、環境にはなるんですけど、うんうん、まあ、自分がなりたい人のところに身を置きに行く、うん、お、なるほど。これつまりもうちょっと掘り下げてどういうことですか。こうなりたいとか、うんうんうん、まあ、何でもいいんですけど、うん、なりたい人とかなりたいような場所に行くって感じですか、うん、ほうほう。例えばですけど、住まいとか職場とか、なんかそういうところになってくる。あ、なんか例えば、まあ、僕全然関係ないですけど、うんうん、もし美容師になりたいのに工場に住んでたら意味ないじゃないですか。確かに確かに。でも美容師に働きに行くとか、美容師さんのところに行くしか方法はないじゃないですか。確かに確かに。そんな感じで、なんか自分がなりたい、なるほど、まあ、理想のところに行くって感じです。確かに、まあ、ちょっとでも近づけばね、うん、そういう情報も入ってくるし、まあ、あとさっきの話とちょっと被るかもしれない、うん、そういう人からね、やっぱ刺激を受けたりとかすれば、うん、やっぱり自分にとって学びがあると。そうです、はい、ちなみになんか翔太さんが今までにこういうことをしてきた、こういう環境に身を置いたって何かありますか。最近ですけど、やっぱその転職をして東京に来たっていうのも、自分は、ね、自立したというか、まあ、立派な人になりたいっていうのもなったんで、まあ、東京に来たっていうのと、なるほどなるほど、あと、まあ、今のこのとこに入社したっていうのも、うん、今のまあ社長ですよね、うん、のみたいな人になりたくて来たってことなんです。なるほど、はるばる四国から来たわけですね。それもやっぱり先ほど翔太さんおっしゃられたように、なりたい人にやっぱちょっとでも近づくために、うん、あの環境を変えてやっていうところですね、うん、実際変えてみて、ここに入社してみて、なんか気づいたこととか感じたこととかありますか。良かったこととか。あ、でも実際、まあ、その社長の考え方とか触れて、うん、やっぱ
っぱ刺激にすごいなりますし、それでなんか自分も、まあ、かっこいい男になりたいっていうのも、もうすごい増進されたりとか、それでこうやっぱたけるさんにお会いできたりとか、まあまあ確かに、それも環境変えてなかったら会えなかったですもんね。全然会えなかったんで。確かにね、やっぱ数ヶ月前それこそね、あの向こうに住んでた時よりは全然もう変わった感じですもん。全然違いますね。そうだからやっぱり環境にやっぱりいい意味でも悪い意味でも、ね、人間って染まるから、やっぱりなりたい自分に近づくために環境を変えるって大事ですね。はい、はい、ありがとうございます。続いて2つ目大事にしてることはちょっと違うんですけど、無の場所を作る。お、無の場所っていうのは、まあ、無の場所っていうのが正しいかわかんないですけど、あの時間のとこであった、はいはい、その自分の時間を作るっていうんですか、その余白作る時に、はいはいはい、やっぱその刺激ばっか求めちゃうと疲れちゃう時もあるし、確かに、それでこう自分一人の空間、あなるほどね、を作る。確かに確かに、今もうスマホでね、いろんな情報もインプットできるし、まあやっぱりね、街中歩けばいろんな刺激があるけど、だからこそ、まあ、あえてその何もない空間だったり、そういう時間を作るみたいなイメージ。そうですそうです。なるほど。ちなみになんか具体的にこういうことしてるよみたいな何かあったりとかしますか？あ、僕は基本この部屋で一回も自分のものを全部出したり隠したりして、なんかずっと空見たりとか瞑想したりとか。へえ。もうこの部屋の空間で瞑想したらもうめちゃくちゃ怪しいっすよね。確かに確かに。そう、あのショートさんのお部屋ってちょっとね、特殊で、まあもう床が黒じゃないですか。なかなかそういう物件ないですよね、まずね。ない、そうないです、ね。そうそうそう。で瞑想してるんですよね、この部屋で、ね。もう千人みたいな感じですけど。そう、まあ、だから実際そういう無の時間を作ることによってなんか良かったこととかありますか？あ、まあでも一回その自分の心の中とか頭がリセットされるんで、次やりたいこととかすごいスッキリしていけるんで。なるほどなるほど、はい。まあやっぱりね、インプットばっかりだとね、頭の中がごちゃごちゃになってとか整理できないってなる時もあるから、まあインプットっていうよりはまず遮断して、でなんか自分のなんか内省するみたいな。そうです、なんか次することをしやすくする。一回自分にリセットすることによって吸収とか、そのインプットもしやすくなるしっていう感じで、っていうところですね。はい、はい、ありがとうございます。続いて情報ですね。情報において翔太さんが大事にしていること、これも2つあるそうなので、はい、1個目からお願いします。1つ目が、受け身な情報の取り方をやめる。お、これはつまりテレビとか。そうです、はい、一番大きなのはテレビです。なるほどなるほど、はいはい。他になんかこういう取り方をやめたよとかありますか？テレビ以外に。ヤフーニュースとか、そういうのは見るのをやめました。あ、なるほど。もう基本的には受け身じゃなくて主体的に自分から拾いに行くみたいな。興味があることを知りたいから、それ以外を聞かない。あ、なるほどなるほど。ちなみにその情報収集する上で、まあ、いわゆるいろんな情報があるじゃないですか、でその取捨選択ってすごく大事だと思うんですよ、自分から取りに行くにしても、でそこら辺のなんか取捨選択はどういう基準を持ってやってるのかなっていうのは気になりますけど、どうですか？あ、僕が選んでるのはもうミニマリストと車のことだけなんで、なるほど。もうその人だけをフォローするとか。そうです。もう基本それ以外の情報はまあタップしないというか。そうです。基本なんか Google とかもなんか自分が調べた履歴とかでなんとなくその人が好きそうな情報って出てくるじゃないですか。確かに確かに。そういうのしか基本やらないんで、新規は絶対ほぼ。なるほどね。確かに YouTube とかでもね、いろんななんかどうでもいい動画見てると、そういうの好きなんだなって AI が認知されてしまって、関連動画でそういう方の動画が出てきたりとかもするから、もう基本見ないようにするっていう、見ないですね、ところ結構大事ですね。で続いて2つ目大事にしてることは、気になったらすぐ調べる。なるほど。これどうしてしようと思ったんですか？今までは気になっても、まあまあ今はいいかなとか、ちょっと置いてから調べてたんですけど、で実際その時に調べようとすると、何を気になってるか忘れるんです。あ、何を調べたか忘れちゃうんです。それをなくすためにも、あと気になった時に調べた方がすぐ知識に入るかなと思ってやってるんですけど。確かに。いや、そうなんですね。これね、意外に大人になってもね、やんないんですよね、これね。後でいいやって思って、であれ何調べようと思ったんだっけって、でもうほったらかしになるみたいな。興味が湧いた時とかね、知りたいと思った時に調べるのが一番学びになるから。そうですね。翔太さんは気になった時にすぐに調べると。そうですね。でも最近そのローランドさんの動画見てて、ローランドさん一回その調べる時間を決めてるって。ああ、なんか言ってましたね。はいはい。気になったら一回あのメモ帳にメモして、でなんか決まった時間に調べるみたいなやってて、あ、でもそっちもいいなって最近思ってるんですけど。なんかちらっと見た時に、なんか調べようと思ったら、なんかSNS のなんか使用時間ってなんか決まっていて、ロックかかるじゃないですか。調べれないとか言ってたから、まあまあそれはね、程よくね、やるっていうのは大事かもしれない。そういうやり方もあるかもしれないですね。確かに。なんで、まあちょっと、まあやってみてもいいのかなとは思ってます。確かに確かに。で、僕も尊敬してるの武井壮さんなんかも、必ず1時間ぐらいは1日の中でその分からないことを調べる時間に当ててるとか言ってて、そうだから分からないことを分からないままにしないってやっぱ成功する上でやっぱ大事なんだなと思って。まあ、確かに、ね。その日のうちに調べておくっていうのが一番です、ね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、
ではでは続いてメンタル、はい、心に関してですね、はい、はい、翔太さんが大事にしていること、これも2つあるそうなので、はい、はい、1個目からお願いします。は、1つ目は、まあ、どんな時でも自分の心にゆとりを持っておくこと。なるほど、はい、っていうことですね。これもすごい大事だと思うんですけど、なんかゆとりを持つためになんかどういうのことをしてるとかありますか？心がけとか、多分時間の時にも言った、まあ、予定を基本詰め込みすぎない、でも休日をパンパンにする必要なくて、なんか買い物に行けたら OK とか、本当1つ2つでいいと思うんですよ。その日の必要な食材を買いに行くだけでいいとか、まあ、今日は散髪を行ったらいいとか、それから本当なんかちょっとしたことで自分を満足できるようにさせたら、なんかすごい心にゆとりができるのかなと思います。確かになんかタスクが多すぎるとね、やることが多すぎると優先順位もごちゃごちゃになりやすくて満足感とかは下がっちゃうけど、もう今日はこれができたら満足だなみたいなのをやれば、まあ、いいかなっていう。プラスそれで別のことがまたできたら、あ、今日多くできたって思えるんですよ、ね、自信にもなるし、そうそうそう、満足感にもつながるっていうところで、やっぱりゆとりは大事ですね。大事。そんな翔太さんでもゆとりがない時はあるんですか？あ、でも最近はあんまないですけど、なかったからこれを気づいて。確かにね、そっかそっか。たまにありますけどね、やっぱり、その時はやっぱなんでやろうって考えた時に、自分の、ね、トゥードゥーリストとか、それなんかやるべきことをちゃんと書けてなかったから、順番とか優先順位が自分の中で分かってなくて、確かに確かに、全部なんか中途半端になって、おざなりのままなんかあるっていうのはありますね。そうですね。だから言ってみたら、なんかそれがなんかそういうなんかゆとりがない時こそ見直しポイントだったりとかね、気づきになるから、僕も結構ね、なんか忘れた時とか、大事な用事なのに忘れかけた時とかね、モヤモヤした時とか、なんかが間違ってるって証拠だと思うから、トゥードゥーリスト見直したりとか、そうそう、予定をちょっと見直してみたりとかっていう、なんかまあリセットチューニングの時間をちょっとね、あえて作ってやるようにして、で実際翔太さんもそんな感じでやって、まあ今ではだいぶゆとりが持てるようになったと。はい、ありがとうございます。で、あともう一個メンタル面、心で大事にしてることは、事実は一つ、解釈は無数ってことを分かっておく、これも大事ですね。いや、めっちゃ悟ってますね、翔太さんね、はい、これちなみにどうしてそういう風に気づいたというか、車の自分営業してるんですけど、そのなんか DVD みたいなのがあって、それを見た時にこれを言ってる方がいらっしゃって、そうなんですね。それを聞いた時、あ、確かにと思って、事実は絶対変わらないんです。そうですね。それをポジティブな人ってどういうマイナスなことでもポジティブに捉えられるし、逆にネガティブな人ってどんなにいいことでもマイナスに捉えられる。そうそうそう。やっぱなんか人によって考え方見方は全然違うから、なんかそういう見方さえ変えたらどんなことでもポジティブにいけるのかなって。そうそうそう。いや、これ気づけるの、若いうちに気づけるのめちゃくちゃ大事で、いや僕もね、人生どん底を味わった時に、心理学の資格を受けた時に、これまさにこれ言ってたんですよ。事実は1個なんですよ。だけどやっぱり見方って人それぞれたくさんあるから、多方面から見れるわけじゃん、360度、だからいい風に捉える人もいれば悪い風に捉える、まさに翔太さんがおっしゃったように、例えばね、 YouTube をやるっていう事実はあったとしても、例えば金儲けだっていう人もいれば、あ、それいいね、影響力つけるのって今の時代の流れだもんねっていう人もいれば、本当見方って人それぞれだから、事実を大事にしようって僕自身は思ってて、そう、ちなみに翔太さんはなんかどういう風にその事実を捉えるようにしてる、なんか心がけというか、自分がマイナスに考えてるってことは多分心にゆとりがなかった。ああ、なるほどね。はいはいはい。なんか一回マイナスに考えてしまった時は、一回そのことを忘れるようにして、なるほどなるほど、忘れてその日の夜とかにもう一回考え直したら、あ、もしかしたらこれ成長の時かもとか思ったりとか、すごいなんか一回置くとポジティブに全部変わるけど、確かにしますね。まあ確かにね、僕自身もやっぱポジティブに捉えた方がいいけど、まあ落ち込む時もあるし、変な風に見ちゃう時あるから、一旦距離を置いて、そう、別のことを考えると、まあ冷静に判断できるようになるっていう、まあ、これもすごく大事ですね。はい、ありがとうございます。では最後のトピックがですね、将来と成長と目標というところで、はい、翔太さんが大事にしていることをご紹介していただきたいと思います。はい、こんな人生は送りたくないことを決めて、お、なるほど、これ意外なものが来ましたけど、こういう人生にはしたくないっていうのを決めておくと。そうです。はい、これなんでそうしようと思ったんですか？なんかそれは、まあ、したいことをするのもいいんですけど、逆にちょっと僕一回それしてたことがあったんですけど、あ、なるほど、できなかった時、それがちょっとそぐわなかった時、すごいなんか、あ、自分ダメだって思っちゃうことが多かったので、なるほど、なんかダメなことを省いてったら自然といい方向に行くかなと思って。これ面白い発想ですね。僕自身は結構なりたいとか、こういう風にしたいみたいな感じで、まあ、願望とかね、まあ、希望とかで考えるようにしてたんですけど、したくない人生って決めたことがあんまりなかったから。ちなみに翔太さんの場合はどういう人生にしたくないっていう、はい、まあ、そのだらしない人生とか、まあ、なんかダサい男になりたくない、はいはい、あ、なるほどね。そうです。そっかそっか、まあ、そこでやっぱりそのしたくない人生考えることによって軌道修正できそうですよね。
そう、そっちの方に近づいてたら、あ、これはあかんことだみたいな感じで、そう、それも確かに大事だなと思って、うん、これはミニマリストになる時に決めたんですか、それともなんか最近とかだったんですか。あ、でも結構最近ですね。あ、そうなんですね、うん、ちなみに何で気づかされたんですか、それやろうって。こういう人になりたいというのは自分の中であったんですけど、うんうんうん、逆にそれに近づこうとすると、やっぱその人が持っているものとか、していることとかをしたくなるんですよ。あ、なるほどなるほど。それがたとえ自分の身の丈に合ってなくても、うんうん、その人になるためだったら自己投資だと思ってやってたんですけど、自己投資とも捉えれるし、うんうん、逆にこれは見栄とも捉えられる。あ、確かにね。僕は自己投資と思ってやってたけど、うんうんうん、けどこれはちょっと自己投資にしてはなんか高すぎると思って、うんうん、ちょっと博打だなと思ったから、ね、これは僕は見栄だと思ってから、はいはいはい、あ、なんか僕がなりたい人になろうと思えば思うほど見栄を張り続けるから、うん、じゃあなりたい人じゃなくてなりたくない人生を、うん、を省いてったら多分自然とそっちに行くのかなって。確かに確かに、これめちゃくちゃ大事ですね。僕もちょっと今日から、はい、やろうと思います。ありがとうございます。大事な気づきをくれました。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ最後ですね、はい、2つ目、はい、さっきとは逆なんですけど、うんうんうん、こんな人生を歩みたい。おお、なるほど、うん、あ、まずはさっきもおっしゃっていただいて、うん、なりたくない人生決めた後にが大事なんですか。そうです。なるほど。で、そこから自分なりの大体の目標を決めるっていうところで、これ大体のっていうのもポイントなんですかね。うん、なんかそのなりたくない人を省いていくと、うん、まあ、大体こう入り口が大きくなるんですよ、うん、でも本当入り口が広すぎたら、うん、なんかどこに行ったらいいか分からないんですよ。まあ、確かにね、うん、それでそこから取捨選択をちょっとずつしていって、うんうんうん、なんかこういう人になりたいとか、うん、かっこいい男って言っても、うん、いろんなかっこいいがあるじゃないですか、うん、なんか人によっては、うんうん、見た目であるとか知識であるとか、うんうん、なんか能力であるとかいろいろあると思うんですけど、うんうん、それは自分の中で自分は何を見てかっこいいと思うのか、うん、思われたいのかっていうのを考えたりとか、うんうん、なるほどなるほど、そういうの大事ですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、今回の動画ではですね、翔太さんに暮らしが整うヒントというところでご紹介していただきましたけども、うん、一番、はい、翔太さんにおすすめのものというか、これやってほしいなっていうものとかってありますか。それを紹介していただいて終わろうかなと思います。はい、まあ、もののエピソードを話せるかどうかですかね。うんうんうん、なるほど。これで一番に挙げた理由ってありますか。やっぱなんかもののエピソードを話せない人って多分、うんうん、なんか今話したこと多分あんまできてないと思う。あ、なるほどね。まあ、まずものと向き合うというか、そうです。確かにね。いや、本当に物に熱く語れない人って、まあ、人生にこだわりがないって言ったらちょっと大げさかもしれないけど、やっぱり物一個にしてもこだわりを持ってば他のことにもこだわりが持てるっていう、うん、そうですね、時間とかお金とか人間関係だったりとか、うん、っていうところでそれを大事にしてほしいということで、はい、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも参考にしていただけたらと思います。ということで、本日も翔太さんありがとうございました。ありがとうございました。Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough.